車に操作用車も入ってるよ。箱を開けて中身を取り出そう。それじゃあまずはこの白バイから見ていくよ。あ、ここにポリスって書いてあるね。これはホンダのバイクだよ。あ、ここに千葉県警察って書いてあるね。次はこの黒バイ。これは地方県警で警らのためのバイクとして導入されたんだって。これもホンダのバイクだよ。真っ黒だね。次はみんなもおなじみのパトカー。これはトヨタのクラウンパトカーだよ。大阪府警って書いてあるね。ドアが開くようになってるよ。次はこれ。これは遊撃車。隊員や機材の運搬などに使われるんだって。この後ろの部分が開くよ。緊急の時にはこの赤色のランプをつけて走るんだよ。これもドアが開くようになってるんだね。こっち側も開くよ。この車はスバルのレガシーっていう